ルタンプルイコールドブルターニュは、フランス、ペイドラ・ロワール地域圏、ロワールアトランティック圏のコミューン。県内で、最も面積の小さいコミューンである。県における、ルタンプルイコールドブルターニュの位置アルモリカ3階の尾根であるシオンドブルターニュの中にある。なんとの北西 20km のところにある。1999年に INSEE がまとめた順位表によると、 ルタンプルイコールドブルターニュは都市化された農村型コミューンで、南都都市部の一部、南都サンナゼール都市空間の一部である。ソートロンの村を後にして南都までの道の中間地点、南都から五リーグの距離にあり、バンヌからの主要道場にある集落で、人々は足を止めなければならなかった。小さな集落はかつてコマンドリーであった。聖地の騎士たちが、 アレや森に隠れた犯罪者に対して通行人を守るために設置したのである。先祖たちはこの場所をルタンプル・モーペルチュイと呼んだ。これは成り立ちと位置の両方を意味している。聖地で巡礼者の守護を行っていたテンプル騎士団はフランス王とブルターニュ皇から資金と土地を寄付された。南とにあるサント・カトリーヌのコマンドリーでそうしたように、 テンプル騎士団はそこに新兵を訓練する機関を置いていた。彼らはルタンプル、モーペルチュイのような戦略的要所に守備隊を設置していた。1312年、テンプル騎士団は解散させられた。その後西洋羽ネ騎士団がテンプル騎士団の資産を引き継いだ。フランス革命歴8年収穫月10日、コミューンの名が単にルタンプルとすることが決められた。 しかし、フランス各地の旧コマンドリーに付けられた地名と混同されることから、ブルターニュのお意味するデブルターニュが付け足されることになった。ソースイコール1999年まで、LDH, イヘス、カジニー、2004年以降 i NSEE。ありがとうございます。